ース三浦さんの伝説的エピソード集パート 2。 移動時間も貴重だからな、この時間を利用して大学のレポート進めよう。寝てた。やばいやばい。全部消えてんだけど。おー、リュウラー、ここにいたんか。って何食ってんの？ベビーカステラ。はぁ？何俺より先にベビーカステラ食ってんの？俺だってめっちゃ食いたいよね。許せ。お前の大好きなマックのポテト L がなくなる呪いかけてやる。そんなんあるわけないじゃん。カップ麺買ってきた。食べようっと。その前に、喉が渇いたな。ポカリ飲もうっと。ん？あ、これコップじゃなかったわ。今日も明日な。疲れた。腹減った。ねえねえ、ラーメン行こう。乾燥する季節になってきたな。あ、そういえば。もうすぐリップなくなんじゃん。買いたそう。とりあえず10個と。初めて整体に来たぞ。猫背、姿勢改善？もしかして、これって身長伸びますか？伸びますよ。本当に伸びた。夢の170代。本日の動画はいかがでしたか？もしよろしければチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で。